次は蛇城、あんたたちの番だよ。その姿は、お前らがあまりにふぬけだから全盛期の姿になってやったんだ。ジャスミンって呼びな。ん？両備と両名は？ここにはいない。おそらく両旗のところだろう。そうかい。ま、相手にするなら5人でも3人でも同じことじゃ。私は血の気が多いんだ。気にしなさんな。さあ準備をしな。戦うよ。戦うってそんな、何のために？どうしたんだい、ミヤビ。あなたの目、どこかで見たことがある。何？妖魔から私をかばって死んだ時、あの日私の母はあなたと同じ目をしていた。強い覚悟と愛が満ちている、そんな目だ。命を懸けてまでなぜ私たちと戦うのですか？それは戦ってみればわかるわ。ただし女王を捨ててかかってこなければ一瞬でぶっ倒すよ。誇りを舞い掲げよう。皆さん、悪の誇りを舞い掲げます。今、悪の誇りを舞い掲げよう。
ってきたね。これがカグラの実力だ。やめて。ゴーリバルスドゥンガ。まだ終わって。燃やし尽くしてやろう。喜ばしきインフェルノ。こんなもんかな。なんという強さだ。これがカグラなのか。リョウビとリョウナがいなかったとはいえ、三人がかりでこのざまとは。今の勝負、お前たち手加減したんじゃなかろうね。そんな手加減する暇なんてありませんでした。そうか、ならいい。これでよく分かったわ、自分たちの実力が。はい、お前たちはまだまだ未熟だ。力も技も心も。しかしそれでも妖魔と戦わねばならない。それは避けられない宿命なのじゃ。力や技は修行で鍛えられる。しかし心は肉体的鍛錬だけでは鍛えきれない。だから神楽千年祭が必要だったのですね。母との別れを通して私の心は一回り強くなりました。そして今あなたと戦って全てを理解しました。神楽千年祭の本当の意味を。みやび泣いているの？ああ、泣いている。先人たちの情の深さに。あなたは情を捨てろという。しかしこれだけの情に触れてしまった今、私には情を捨てることはできない。みやび、どういうことなんだ？そこまで分かったのなら後で全てを話してやるわ。最後に残った月仙の尻を叩いてきてからな。安心したよ。大丈夫大丈夫、大体さ、妖魔なんているわけないって。そうっすよね。うちはお化けも幽霊も信じないタイプっすから。
丈夫かな。うち気になって眠れないっす。だったら見に行く。こんなとこでグズグズしてないで。3人貸してくれんか。
なた名前をなんて言うの？うちらあなたのこと何にも知らないっすよ。せめて名前だけでも教えて。え？それってどういう意味？うん、約束するよ。必ずカグラになってみせる。次にやることは決まったな。それができなきゃ私がスタルモンね。さて、まずは残っている忍びから片付けるとするか。そうっすね、きっちり倒して成仏させてあげるっす。お姉ちゃんたち早速集まってきたわよ。妖魔が攻めてきたって大丈夫ってぐらいの強さを見せないと、みんなあの世で安心できないだろうしね。何よりも私はあの子に会いたい。そのためには勝ち続けないとな。あの子に会ったらどうするっす？またかくれんぼでもするっすか？はあ、もうそんな年じゃないでしょ。じゃあ何をするっすか？それは、レンカお姉ちゃんよろしく。え？私？あんまりいいのが思いつかないぜ。花火よろしく。あ、うちっすか？そうっすね。レンカお姉ちゃん、なんで花火お姉ちゃんに振るのよ。ちょっと待て、花火やっぱり考えなくていい。ダメっすよ、二人が思いつかないならうちがひらめかないと。あの子に失礼っす。あー、まずいって。どう来た。消火の必要はないっす。この燃えに燃えた状態で戦うっす。まあそれならそれでいいけど。二人ともおしゃべりは終わりだ。さあ行くぜ。Yeah!
物足りないな。いいじゃねえのさ。もっと盛り上がろうぜ。ヤグラの数も残りわずかになって、忍び学生と抜け人も本気になるはず。巫女である私たちが勝つためには命がけで行くしかない。二人とも覚悟はいいか？もちろんすよ。ドカーンって行くっすから。私たちに倒されて成仏していった人たちの思いを考えたら、それに応えなきゃ私がスタルってもんよ。よし、じゃあ私も気合を入れてっと。それじゃ行くぞ。この私が遅れを取っちまうとは。まだまだ満足できないぜ。こいつならもっと盛り上げられそうだね。
こいつならもっと盛り上げられそうだね。